エフェクティブの13連休最後の長文となります、えー。今日2つのキーがまたありますね。えー、最初のキーの25の方は、まあ、関係詞の就職の話なんですが、この who の後ろにアイスインクみたいなね、なんとかだと思う、雑説を取るような SV が入り込んでいるパターンです。こういう時には、ね、まずカッコに入れてちょっと無視をして、For is just right for the job。その仕事に向いている男。 そこにアイシング入るので、その仕事に向いていると、私たち、私が考える、思う人。そんな風に書けてやればいいです。こんな風に括弧に、えー、書いてやるといいですね。二つ目。There are still a lot of men. たくさんの人がいます。でもちろん、who refuse to wash the dishes? 皿洗いを拒む人。そして、or っていう風に接続者が来,る来て、また f o o が来るということは、もちろんこの面にかかってますよね。How to cook rice. 米の炊き方も知らない。 男の人。という、要するに2つ就職が来てるから、もう全部でおっきな丸カッコって考えてもいいですよね。はい。この2つに気をつけて今日は読んでいきましょう。それでは、ボキャブラリークイックレスポンスです、えー。画面にあるものをパッと答えられるか確認しましょう。 はい。それでは、長文いきましょう。1、えー、パラグラフです。さあ、今日のトピックは何か。Larning e to ski と来てますね。スキーを学ぶこと。これが主語かなと。ね、Is one of the most humiliating experiences an adult can undergo.SV がここに入っているということは、接触説ですね。丸る格好で来てます。つまり、大人が undergo を受ける、まあ、体験する、えー、なんだろう。 人の気を心に踏みにじるような経験だと、思ったも、ね。の一つだと言ってるわけですね。はい。まあ、スキーを学ぶことというのは大人にとってはすごくきついということ。これがまあ今回のトピックセンテンスでしょうか。After all, 結局、An adult has been walking for a long time. 長い間歩いてきたと。もう足で歩いてきてるわけですね。言い換えると、He knows where his feet are. どこに足があって。He knows how to put one, feet, one foot。片足を、もうひと片方の足。 のどの部分に置けばいいのか。ね、こう歩き方だよね。引用だと言ってたんばそこ、どこ、そこ、どこかに着くために。要するに歩いていくには、どういうふうな動きをすればいいのかってことがわかってると。しかし、as soon as he puts skis on his feet、ね。なんとかするとすぐにですから、まずここで、えー、その人が足にスキーをつけるとすぐにつけるや否やって感じでしょうか。 さあそして、It is as though. ときました。As though、so、はこれ、As if のことですよね。まるでなんとかのように。つまり、そんな風につけるや否や、えー、まるでその人は、h o d to learn to walk。歩くことをオール a g ゲーム。繰り返し繰り返し、1からということですね。1から学ばなければならないかのようになってしまう。これがポイントですね。はい。As の as の従属説と主説。この It is を訳さなくていいです。そして、As though 家庭法。これがちゃんとわかっているかです。 そしてこの後状態が話されますね。He slips and slides.、ねまあ、滑ったり、まあまあまあ、滑ったり、転んだり、えー。そして Have trouble energy です。ここ全部並列してますね。V, V, V, V。そして、えー、And generally V って来てますから、えー、滑ったり転んだり、起き上がるのに苦労したり、えー、スキーをこうクロスさせるのさせたり、えー、そしてまた転んだり。 一般的に見えますと、あるいは自分で感じますと、どう見えるかっつったら、like a fool、愚か者のように見えますと、はい。ということで、スキーが習うことの大変さについてですね。さあ、続けて次の段落。even the best instructor seems at first to be no help. 最高の指導者でさえもああ、最初の頃っていうのは役に立たないように思われるものだと。なんでか。The ease 気楽ささ簡単でですすねかかかかってるイメージ分かりますかウィズフィッチどんな気楽さかっていうと、インストラクター、パフォーマーズ、アクションズ。まあ、その動作を演じる、ね、行う時の気楽さ。要するに、容易に、パッと、簡単に、えー、指導者の方がやるんですよね。さあそして、ザット、ヒーセッツ、アー、シンプル。この辺り複、複雑ですが、アクションズっていう複数形になってるから、ザットでかかってると考えるならば、ヒーセッが、 ちょっと邪魔だよね。だって、アーがあるから。アクションズアーシンプルって考えれば簡単でしょ、ねえー、簡単な、まあ、単純なアクション、行動、まあ。動きにしましょうか、今日ね。単純な動き、まあ。彼の言う、インストラクターの言う単純な動き。でもね、させつくしゃて、またざっとできてるということは、これもこのアクションズにかかると考えると、The student secretly believes これもやっぱり挟み込まれてますね。後ろがアーがあるから。つまり、 簡単に言われると,、えー、と、単純な動きや動きだけれども、えー、不可能だと信じている動きですね。これちょっと言い換えるとこれ、この Believes の後ろにアクションが来るでしょう。つまり、ざっと説の中に入っているでしょう。つまり、えーと、生徒が密かに不可能だと思っている、えー、動きですよね。 これが全部丸括弧でこのアクションズにかかってるわけです。はい。そうするとこのアクションとは何かとまとめると、はい。えー、このインストラクターが言うには単純であるが、生徒からすると密かに不可能だと思感じる、えー、動きですね。そして今この部分でアクションズが丸括弧で全部インプロセブルにかかってると考えると、ザ ここからの with から全部この impossible が全部かかってるわけですよね。そうすると thee's が主語で i s が v と変わります。従って3、えー、と下線部2ですか、うん、下線部3か。i s の主語は e's になるわけですね。これ1語です。はい、これっていうのは要するにこうかん、ね、指導者はこれ簡単ですよって言うけど受けてる受講者としてはいやー無理やろこれ。 って思ってるようなアクションを簡単に指導者がやってのけることですね。やってのけることは、ほぼ、まあ、侮辱的だと。バカにしてんのかと。できるわけねえだろうっていう感じですよね。そうなってるわけ。そして、How can you remember? どうやって、一体どうやって覚えられるだろうか ?Everything, すべてのことで次、The instructor says you have to remember. はい。そうすると、これもやっぱり、えー Instructor says you have to remember everything you have to remember って考えると分かりやすいですかこれが入ってて、セットのザットセッの中の部分が everything だよね。つまり、インストラクターはあなたにすべてのことを覚えなさいというふうに言うわけです。だからこれもかかっていると考えると、everything、uh, the instructor says ザット you have to remember このザットが前に出てきて消されてるわけですけどね。はい。したがって、 えっと、指導者があなたにす覚えなければならないというすべてのこと、ね。ということですね。じゃあ、そのすべてのことで一体何か ?4 つ挙げなさいと言っています。次見てください。覚えなさいというふうに言っているということは、命令文です。1個、2個、3個、そして4個。ね、ちょうど4つあるじゃないですか、回答欄。従、ね、ってこれを訳せばいいですね。膝を曲げること。え斜面を見下ろすこと。えー、体重を スキー板にかけること。そしてもう一つが、えー、背筋をまっすぐ伸ばして、えー、それでも、えー、前に体を倒すこと。ねまあ、前傾姿勢を取ること。ですねこの4つが書かれてればいいでしょう。さあ、この講義というのは、まあ、講義というかなんてレクチャーですか、ね、手ほどきっていうのは、もうエンドレス、終わりのないように見えると。ね、そして、How can you think about all that and the skill?、ねまあ どうやってあなたはこれらすべてのことを頭に考えながらスキーをそれでもできるだろうかいや、できまいってこれ、習字疑問文になってますね。はい。答えのもうあらかじめ作者がもう持っている疑問文のこと、習字疑問って言いました。はい。従ってまとめると、えー、インストラクトの言うことをすべて覚えてスキーをすることはまあ難しいってことだよね。これが言えるわけですよね。 さあそして最後3パラです。The point about skiing, of course。もちろん、まあ、スキーのポイントはザット以下ですと。You should not be thinking about separate acts <laughs>、ね。バラバラのここ、まあの動きについて考えるべきではないのだと。ね、さあ、そしてこの後、ザット、トキあザがちょっとうざいか、カット。ザット、メイクはスムース・ターンって書いてますでしょ。ちょっとメイクが来るということは、これ不完全分でね、主語がないから。ということは、このザットは このアクトにかかると考えると、えー、どんな行動かっつったら、えー、スッとまあこう、うまい、何、ターンが切れるで。滑らかにターンを切れたりとか、ねまあ、一連のこうかターンね、こう行ったり来たり、左に曲がったり、右に曲がったりとかねこういう、こういうターンですね。こういうターンを切ることができる、ねえー、あ行動ですね、切ることができる動き。こういうものについて、別々に考えるべきじゃないんだよと言ってるわけです。 そこでインステッドをきます。逆説ですね。それどころか、You should merely 単に be looking ahead of you. あなたの前を見るの、ね。その斜面の先の、ね、前を見る。ね、そして、分子構文ではないですね。これ、シュートでここが V1 か、ね。こっちに繋がってますね。アンティスペイティも予期する。バンプス。バンプスっていうと、どういう感じでしょうか。こうデコボコの部分ですか。ね、とか、他のスキーヤーの。 そして3つ目、Enjoying the Feeling of the Cold Wind。そして、えー、冷たい風をほうに受けることを、まあ、楽しむ。爽快感を感じると。そして、Smiling with pleasure at the fruit.Fruit、えー、glaze of your body as you.、ねまあ えー、流れるようなこう優美なこう体の動き、こうシューシューって左と右にこう切るような、そういう喜びに笑顔が出てくると、ね、こんな感じ。うん、と考えると、これごめん、安度がないので、これ V3 とかするよりやっぱ分子構文がいいですね。ただ単に、えー、そして、そしてってくっつけた方がいいですね。分子構文です、これ。 こコボコがあったり、他のスキーヤーがいることを予期したり、えー、冷たい風を方に受けることを楽しんだり、そして、えー、自分のまあ前とかところに、えー、優美な曲線描、体が描いているその喜び、爽快感というものを感じながら、ただあなたは前を向いてりゃいいんですっていう、そのスキーのなんか上手い人の言うセリフですね。さあそしてこのあと、河川の母です。In other words, 言い換えると ディスコースですね。言い換えると、今の話した内容を言い換えると、You must learn to forget the separate acts. あなたは、えー、別々の動きを忘れるようにならなければならない。この learn to は学ぶじゃないです。これ learn to で何とかするようになる。come to と一緒なんですけど、come to も何とかするようになるってあるんですけど、この learn to ってのは自分が努力して学んでできるようになることです。 例えば、えっ、ー、と、I stood in line for about an hour.I came to be irritated. とか、ね。1時間並んでれば努力しなくてももう早せえやってイライラしてきますよね。こういう時は come to です。でも例えば今みたいなスキーをこう、まず一個一個の動作を学んでできるようになる。ね、もう一連動作として分かるようになるっていう時には学び、努力が必要ですから learn to になります、ね。いずれにせよ、えー ここの別々の動作を忘れるようにならなければならないと。で、in order to 行きます。in order to perform all of them。これらすべてのことをするために。どのようにするためかとてうとこれ、パフォームが V と考えると、これが O ですよね、動作を。ね。そして、ちょっと Indeed, in ディ e union of them、まあ、カンマカンマで来てるから、ちょっとシカトしよう。そうすると、ウェルがあるじゃん。上手にという、ここが副詞になってます。つまり、上手にそれらのすべてをできるようにってことよね。 で、このインディードはどうしてるかっていうと、え付け出しとしてこの all of them をまあ付け出してます。まあインディードもちろんまあそれどころかみたいな感じ。それどころか、ね、どの動きにも、ね、動きも。まあ all of them っていうと、こう、なんていうんですか、もう一連の全てってことだけど、まあ、一個一個ってことを言いたいがゆえに、ちょっと any of them で、ね、それどころか、ね、どの、何ていうんですか、動き、動きもって感じですね。 したがっても、訳すとすると、えー、ここは言い換えれば個々の動きすべて、もちろんそのうちの、えー、どの動きもも上手に行うために、それらの個々の動きを忘れてしまうようにならなければならない。ということで,です、ね。はい。But, しかし、In order to forget them, separate acts, まあ別々の動きとしてそれらを忘れてしまうようにするためには、 ためには、you have to learn them first as separate t s まず最初は、まあ、一個一個別々にちゃんと勉強せんといかんと学ばないといけませんよと言ってるわけですね。はい。そして、括弧6。これは前回、昨日やった紅、えー、茶の話でありました。否定語 only then というのが来てるから強,、えー、強調されています。したがってここが can you put というふうに統治が起きてますね、はい。これを見分けられれば、その時になって初めてと考えましょう。その時になって初めて えー、あなたは、put them together. 全部っていうのはもちろん一連の動きですよね。ここ個々の動き、ね。この個々の動きを一つにまとめることができ、えー、良いスキーヤーとなれるのだと、ね。ここはもう結果用法として訳すといいでしょう。前から訳せばいい。ね、したがって、えー、その時初めてそれらを一つにまとめて上手なスキーヤーになれるのである。はい、したがって、上手いスキーヤーは個々の動きを一つにまとめて行えるということ。これが言いたいわけですね。 では、さ今日のこの要約はどうでしょうか。一番は正直作者のぼやきかなと僕は思いました。ねここをどう予約として入れるのか、どうするのか、処理するのかね、ね考えてみてほしいと思います。はい、それでは4日間お疲れ様です。また明日お会いしましょう。